ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとするとそいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上会の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東上会がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋会はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東上会のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東上会も中国人と見りゃ仇だろうが、街から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東上界、西洋界以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。でかい韓国マフィア、人言派。人言派。人言派はカムロ町に2度進出して東上界に叩き潰されている。1度目は30年以上前、そして2度目は10年前。その時はあんたも東上界と人言派を潰すのに一役買ったはずだな。もう随分昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東上界への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。All right. Oh, so I'm forced to do this. Okay. Apparently, the Copus card came speeding out. The gate got torn down in the process. He must have already been pretty fast by the time he reached it. The tire tracks. The car was probably swerving down the road as he tried to regain control. But why was the driver being so reckless? Was he really just panicked?Blood spatters. This must be where Haruka was hit by the car. ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃねえか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察から
そんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで、気づいてるか。さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん。あの帽子をかぶった男か。いつからいた？気がついたのはさっきだ。ただ、やつのスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それとも、この事故現場を見に来たか。どうする？こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんなら、まず自己紹介する。Alright, looks like we're chasing his ass down. He has to be with the Jingwon Mafia, the Korean one. He has to be, bro. ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、ここで何をしてる？くそ！待て！待て！逃げちゃうの！待て！ Can I not run any faster than this?Oh, he stopped. Oh. Oh, what a nice guy! He waited for me, bro. What a nice fella! He's not with the triads, I don't think. Look, bro, he's waiting for me. What a nice fella, bro. Oh, I'm out of breath. Oh, shit.なんであの場所で俺を見張ってた？見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。お前、東城会の人間か？ええ、東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家？ご無礼をお許しください。四代目、親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを登場会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何？四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ町中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か？俺は登場会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。The Somaya family patriarch know about me and Haruka's accident. Looks like my answer is at the Tojo clan headquarters. I should find a taxi.But there was nothing. Oh, okay, I had to go out of New Serena. Even though I just barely went in. What's with this cutscene? Oh. Chotto mate ya, oss-san. Who are we getting stopped by? Who is. Oh, okay, it's just a bunch of goons. With no superior importance. Orei nani ka yo ka? Ah. Ikura ka kane kashite hoshii in da kedo sa.すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ？あ？んだとこら。てめえ、舐めてんのか！ Part of the story? What? Well, the main guy who keeps the fight with me. Eat now? What the fuck was that?
What was that? My boy Cutie just fucking floated backwards. What a god, bro. Someone's watching. Who the? No. This is the Korean mafia right here, right? Anta wa justice no. Never mind. Main maker. Who's this? The menacing stairs. Zuibun kenka nare shita ossan da na. Kimi ra ja kono hito wa te ni oe masen yo. Boku ra ga mamotte agemashou ka. Iya, sonna. Mou ore ra wa ii ssu kara. Honto, nan demo nai ssu. So? それじゃ俺らはこれで。So which one is Rainmaker? Is it the blonde guy or that guy? なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザともちょっと違う。となると、元ヤクザってどこかな？当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの後輩。Hey, so、Rainmaker. ジャスティス。新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り、正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう。正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ、孔明。すみません。面白いおっさんがいたもので、すぐ行きます。早くしろよ。They're just fucking staring at each other again. There you go. 彼は岡田和親。金の雨を降らせる男。レインメーカーって呼ばれている。そして。ジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？ 3000？ 驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力。バカにできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれて、ジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で、力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな。この街は。I'm guessing they'll have to do with this clan creator shit.I have a feeling they're gonna be involved in that. Okay, so this stuff is still not working. Oh, I have a certain area to go to first, alright. No wonder I couldn't see anything in there. Oh, I didn't even have to go that far. Right, that, I thought I had to go to somewhere. ちょっといいですか? Who's this? Whoa, who the fuck is this? すごく強そうですね。それに、正義の心を持っている。いやー、目を見ればわかります。あなたなら。この町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私、トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は町の至るところで凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで、これでよし。That was fast, これから、huh?
カムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。 Okay, so that shit that was installed to my phone by Mama was Troubler, and now I get shit from Troubler. Is there anything on there right now? No, there isn't. Alright. So what the fuck am I supposed to do? Ayaka seemed thrilled. The town has to know something. Where is Ayaka? Speaking of Ayaka. What happened to that sub-story? We're not done with it yet. But the sub-story still exists. I don't fucking know, man. I don't fucking know. It'll pop up when it pops up eventually, I suppose. So what am I supposed to do in the meantime? Oh, there it is. Date-san ka? Ah, ore da. Ima wa byouin ni Akiyama kiteru. Yōji ga sundara byouin e goe. Ore wa chotto dekakeru ga na. Wakatta. Sugu mukau. Sore ja na. Alright, so I guess I'm heading to the hospital again. The closest taxi is up there. Alright, let's go. Blah blah blah. Grab an enemy. Yep, yep, I know that. I've been doing that already. Well, we're not gonna bother reading that at all. There's too much to read there, and I probably already do that stuff. Alright, the taxi's just up ahead. We got another taxi moving along. Yeah, okay, so I can ride those taxis. Alright. You know what? Might as well use this one, right? Might as well. I'm not gonna bother going to the other side just to get a ride. Kiryu-san. Akiyama. なんだ、ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ、汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんからお筋は聞きました。はるかちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それよりキルさん、はるかちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。キルさんに一言挨拶したいって。沢村はるかさんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。はるかの子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村はるかの親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん、はあ、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？何？はあ？確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さん預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか？そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。俺もはるかも施設で育った人間だ。
親と呼べる大人のいない子供の苦しみは、それを味わった人間にしかわからねえだろう。だから俺は、まだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。 That guy's a real scumbag. He ought to get his ass beat though.キリュウさん、どちらへ。俺は、ハルカの子をあんな奴の好きにはさせねえ。え？いや、キリュウさん、ちょっと待ってください。You gotta punch the kid to run. I think that's what's gonna happen, huh? Oh, yep, he is. He's gonna book it with Haruto.It looks so fucking adorable, bro. そこまでにしましょう、キリュウさん。あの野尻って男は、自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けど、あいつの言い分にも一理あります。俺たちはキリュウさんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でもハルカちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もしハルカに万が一のことがあれば、この子は。何言ってんですか、キリュウさん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には、ハルトは間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺には、この子がどこの施設に送られたのかも、決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうが、もうこの子には何もしてやれなくなる。はるかも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れて行く。ハルカが目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって、キリュウさん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら、俺はハルカちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな、秋山。行かせてくれ。考え直してください、キリュウさん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだ、そんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。キリュウさん、お前はどうしても邪魔するっていう。 Oh, okay. Duke it out with Akiyama. もう話し合いの余地はね。そこをどけ。Akiyama! くそ。なんで俺がこんな目に。Well, shit, bro. Well, shit. Why can't you see the trooper, Akiyama? Oh, shit, what the fuck?
God damn, Kiryu. Holy shit, Kiryu, man. My boy Kiryu ain't playing around, bro. Kiryu-san. Back off, Akiyama. I'm taking Haruto with me whether you like it or not. Get down. Akiyama! Oh, oh, Akiyama! Relax, bro. Take an Haruto with me where you like it or not, Akiyama. Where you like it or not. Get out of my way, Akiyama! You're not stopping me from taking Haruto. Tak, anta aite ni ore ga honki de nagureru wake ga nai. Tonda nagurare zon desu yo. Sumane, Akiyama. Oh, Haruto's awake now. Look at him. Hontou ni その子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。Where'd that asshole go? My man just got locked out and he gave up right away. Like, bro. He's looking for the milk. もう少し待ってろよ。分かってる。腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃないよな。伊達。伊達さん。その子に食べさせるつもりなら、こういうのにしとけ。相変わらず無茶するな。お前さんはよ。ママさあ、落っことすなよ。そっとな、そっと。分かってるって。児童相談所の野尻だったか。うん。いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない。今回の件は何も聞かされてないし、病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ。あのまま遥かの子が野尻に渡されてたらと思うと、その方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな。さやか。
ホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あん時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺もさやもダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな。そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。うん？遥のことだ。遥か。どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが、意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか、医者にもはっきりしねえ。なんだと。一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後、遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん、これは遥の携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃ、はるかは沖縄を出た後広島に。Yeah, okay, so that's where we were in the start of the game. みたいだな。その後、どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。はるかが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら、今まではるかに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか。きっとその答えを持ってるはずだ。さて、どうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は、はるかの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねその若造に、説教の一つも垂れてやらなきゃ。気が済まねえ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、
広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を敬望せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのかそれすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対四課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、はるかのことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あのはるかがあんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。はるか必ず目を覚ます。だからよ、キリュウ。それまでに必ず、ハルトの父親連れてきてやってくれ。はあ。Hiroshima Shadows. I was planning on only doing one chapter today, but that one was actually pretty short. So we're gonna do another one. So we're gonna head up. So now we're going to be at the area where we started at, where we got like the fighting tutorial and whatnot. Yeah, this game looks fucking beautiful as always, bro. There's my boy Kiryu. This sounds where Haruka's picture was taken. I should see if the locals have any leads. Which way am I supposed to go?Alright, we'll turn back. Go this way. We can only run so fast because we have baby Haruto on our hands. Get out of my way, I'm carrying the baby. Come on. Show some common courtesy, please. First thing we head to is a bar. Interesting. I'm guessing this is gonna be the same. Yeah, this is the same bar as the start of the game.この店はもうすぐ開くか。あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか。ああ、な、ハルト。あら、
パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか。そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか。ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。Oh, there's that guy who got his ass. Ah, Kyo-chan, なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。Be having hard to so close to the little smoke right there. No, あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。Tsuyoshi Nagumo. 東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう？気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの。こんなかわいいお客さん、初めてだから。普段来るのは、ろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京もん、名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。Is Kiryu not gonna ask about Haruko? 釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って肩着に喧嘩うんのか。大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表で。おうしえ。あんたがいちゃ、美人のままと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか。いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間、ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺した。My man's finna feel sorry aboutOkay, doing this, bro. It's gonna fuel the pain! Alright, where were we bringing this to? The NPC! It was a ghost! この辺りでいいじゃろ。 Oh, is this place? ここなら誰にも邪魔され。 That's where we duped it out in the start of the game. 今から泣いて詫び入れても遅いで。
わしをキレさせた踊りが悪いんじゃ。死ね。死ね。Look at you, man. You think you're a hot shit, huh? うわ。うわ。うん。くそ。You think you're a hot shit, huh, buddy? I'm gonna prove you wrong. Get down. Get down, bitch. Get down, bitch. Oh, oh, you got out of the way, huh? Down you go, motherfucker. Down you go, bitch. Ah. Hey, yo, hey, yo, get off of me, son. Get off of me. Get down, motherfucker. Hey, who told you? Who said you could get back home? Ooh, ooh. Bring the gun! Now to your face! I didn't tell you you could get up, huh, buddy? I didn't say you could get up, huh? Oh, wait, oh, what the fuck? I pressed walk though, man. Come on. Kick your ass with the bottle. Wait, what the fuck you slapping yourself for? Where you going? You going all sumo? You going all sumo? But you can play that game. I see you. Okay. You ready? You left your back for me to attack. Oh, you're stunned. Okay. Make it easier for me. Ooh, I see you. Right in the gut. Whee! You had the ride of your life there, huh, buddy? Oh, that was in the gut. Right in the gut. Woo! You got me in the corner, bro. Hey, who said you could grab onto my collar? Get out of here, Nagumo. Get fucking wrecked. You don't stand a chance against my boy Kiryu. なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊りゃ、何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ、素人にだってやられる。待てや、こら！わしは、広瀬一家の頭じゃ。今度会ったら、ただじゃすまんど。さっさと東京にいねや。Man, sticky these all tough. Looks like I'm already making friends here. Anyway, I should get back to Hanzo. How far do you even bring me? Okay, that's not too far. That's not too far. Already making trouble with the locals running into them. The ropeway while facing Onomichi. Okay, I didn't have to read all that. Ah.お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ、何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。
それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと分けありてな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村はるかって名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かせてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。分かった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。 What a nice mama, bro. あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな、ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらうお待ちしてます。チート、あんた、キリュウさん。Who the hell is this? ん？キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ。うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ。キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた、何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ？取り入った？はよついてこいや。アパートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。じゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしと南雲でキヨちゃんを取り落とった。そのキヨちゃんはわしらに愛想尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか？ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃが南雲バカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコラはわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。ノーアンタ、キヨちゃんに優しゅうされたちゅうて英気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけの。よう覚えとけ。Alright, so we're here. Oh, it doesn't look too bad, right? おれ、あんたらの部屋はここじゃ。
文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てに、たくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中って名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち、陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの、南雲のバカ誰も陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、5、6人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も、元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど、一回長い造船不況があって、人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた、東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの。ここはよそ者が長居する町じゃないど。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。うん。よし。しばらくはここが俺らの家だぞ。To be honest, at least from what I saw so far. Yeah, it doesn't look too bad, bro. He could have stayed in worse. Warku nena. Daro, Haruto.ションベンか、よーしまったろ。Bro, this is just too keen, man. おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。お。そう、何度も同じでは食わねえ。腹が減ってるのか？しまったな。確かミルクはもう。Just buy some milk. Hopefully it won't be too hard to find. Things seem close to early here, but someone's gotta carry milk, right?Go, kid, you run! We need milk! Yeah! Nonda, nonda! Soro, soro, ye ni kaette neru ka? Nanja? Omae san, minkao da no? Kono atari de, kona miruko wo utte ru mise wo shiranai ka? Kono go ga, hara wo sukasete komatte ru nda. Hmm? Sora, omae san no gaki ka?この時間はどこの店も開いとりゃせん。早よ家に帰って寝したりや。そうか。よーしよーし。トラブルミッション、カム、ハルト。Let's see. Swing left, swing left, upsy daisy, rub.Okay. ほーら、高い高い。高い高いをしてほしいらしい。そーれ。よしよし。Oh, wait, I have to wait until he wants something. All right. What you want, Haruto?高い高いをしてほしいらしい。ほーら。
高い高い。Alright, Haruto, what you want now? 縦に揺らしてほしいのか。それ、揺らすぞ。That's just too fucking adorable, bro. Dangling, dandling dragon is what that achievement was called. You know where I could get some powdered milk notes?粉ミルクを売ってる店を知らないか。ん？なんじゃおっさん。この子が腹を空かせて困ってるんだ。粉ミルクが今すぐ欲しい。こんないかついおっさんが育児しとるんか。こりゃ傑作じゃ。さて女に逃げられたんじゃろ。おっさんも大変じゃの。知らなければいい。じゃあな。まあ頑張ってくれや。We need to calm down. We need to feed Haruko. Stay. この辺りで粉ミルクを売ってる店を知りませんか。確かどこかの店に売っとったの。いつじゃったかの。わしが何か買うたついでに気がついたんじゃが。ああすまん。忘れてしもった。でも確かにこの近くに売っとるはずじゃ。Alright, Haruto, lady. Uh-oh. Hold up. Uh-oh, Haruto. Uh-oh. Let's calm down now, why don't we, Haruto? 縦に揺らしてほしいのか。それ、揺らすぞ。What does he want now?縦に揺らしてほしいのか。さあ、縦揺らした。横に揺らしてほしい。ほーら、横揺らしたぞ。その調子だ。Alright, Haruto, let's calm down. Let's ask this kind businessman. この辺りで粉ミルクを売っている店を知らないか。おお、粉ミルクですか。すみません、ちょっとわからないです。私、この間ここに引っ越したばかりなんで、コンビニでもあればいいんですけどね。Alright, he doesn't know, so this person has to know, right? 大丈夫じゃけ。今度の週末、高速バスでそっち行くし、じいちゃん、変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって、今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛しとるで。ん？ああ、ちょっと待って。何、おっさん。何かよ。この辺りで、粉ミルクを売ってる店を知らないか。ああ、じいちゃん、聞こえる？今、目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんでミルクを売ってる店知りませんかって。ちーちゃん知っとんの。うんうん、ちーちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがちーちゃん、よう知っとるの。Now, where is that pharmacy? Oh, Haruto, come on, man. I almost got your food, buddy. Let's calm down, man. Let's calm down. Come on, what do you need? What do you need, buddy? What do you need? 横に揺らしてほしい。ほら、横揺らしたぞ。Come on, wait, what else? You want a lifty and upsy daisy or rubby? 横に揺らしてほしい。Another swing? All right, man. 揺れるぞ。Ready for the swings here, buddy?He hasn't won a rub yet. 横に揺らしてほら。Oh, come on, Haruto. 横揺らしたぞ。Come on, Haruto. その調子だ。All right, now where's the farm? Okay, the farm machine is back here. All right, that's not too far. Go, 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 cutie, go!
Oh, it's closed. Uh-oh. Is he gonna knock on it? Sumanai. Dare ka inai ka? Agete kure. Akanbō no miruku ga iru nda. I don't think anyone's gonna be in there. It's closed already. Oh, what the fuck? What's going on in there? こんな時間に困るよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら、他に売ってる店は。この辺にはないの。まいったな。どうすりゃいいんだ。あんた、どっから金さった。いや、悪いな、バス。世間話は今度にしてくれ。とにかく、どこかでミルク、いや、離乳食でもいい。手に入らねえか。そうじゃねえ。いいのなら、なんとかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか。水軍アパート知っとるんか。あの鼻垂れじゃったら、なんとかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか。知らんの。It's probably at the bar. そうか。 Wait, Kiyomi knows his number. I should go to the bar and ask her. Yep, I caught it. And then this is probably where when the game started. You know what I'm talking about, right?Alright, just wait a few more minutes, Arito. I'll get your milk soon, buddy. Get your milk soon. I have a feeling I'm going to calm down Arito soon. Up there, what did I say? That old guy was just looking over, bro. Alright, Arito, let's calm down now, buddy. Let's calm down. What do you need? You want to swing?揺れるぞ。横に揺らした。ほら、横揺らしたぞ。縦に揺らした。縦揺らした。揺らすぞ。 It doesn't bring it up as much as swing, though, not gonna lie. Upsy daisy. 縦に揺らした。 Another lift. 縦揺らした。 He really likes his lift now, huh? その調子だ。Excuse me, man with the baby walking through. Excuse me. Alright, Haruto, we're almost there. Just wait a tad bit longer. We're almost there, Haruto. Are? Kiryu-san, Ino-kun no apartはどうでした? Ah, そっちは大丈夫だ。それよりまた Ino に連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない。店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな、ハルト。キリュウさん、イーノ君からの伝言。この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か？このスナック街にあるのか。うん。案内してあげたいけど、今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。わかった。少し探してみる。I could tell which one was the barber from the little barber pole. The stereotypical barber pole.All right, Haruto, let's calm down.
You'll be getting your milk very soon. Oh, sorry about that, old man. I didn't even bump into that guy, bro. Oh, never mind. Okay, the barbershop's back here then. Oh, so there's multiple barbershops. Ah. Is this the barbershop Kiyomi mentioned? すまない、ちょっといいか。何か？実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなあ、あんた、そがんなとこでやめてや。なんなら、でかい声出すなや、ブサイクが。やかましいんじゃ。 邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれや。人んちの前でなんすんよ。早よ、あっち行きんさいや。くそ、ラジがかね。すまない、この子を少し頼む。なんちょっと。おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら。 やるんか。黙れ、消えろと言ってるんだ。それが喧嘩を取る順じゃ。上等じゃ。踊れ。You'll have your juice to help you up, bud. You're fucking done. You can't be pissing off people's house. Oh, what the fuck was that? You can't be pissing off people's house like that. You a rat. I'll teach. I ought to teach you a fucking lesson. Stay on the ground here. I'll fucking rub your face. I'll rub your face where you think of piss, buddy. Come on. Right here, was it? Ah, yes. Yeah, right there, buddy. Get out of here. Now you got a face full of your piss on your face. Nan nan yo, anta ra, hito nchi no mae de o sawagi shite kara ni. Sumanai. Jitsu wa この店に赤ん坊がいるって聞いて、ミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。分かった。ええよ。ちょっと待っとって。They live in their shops. From what I'm seeing. この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ。ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みて分かったよ。ありがとう。とにかく助かった。ええけ、早よ帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ。Alright, I got the milk. I should head back to the apartment and feed Haruko. He's gonna start balling up a storm. He's crying already. Don't worry, Haruto man. We're gonna get you home soon. And you'll get your belly filled with some nice milky milk. It's not mommy's milky, but it's still some nice milky milk. Alright, Haruto, we're almost there. Don't cause a commotion. Haruto, hola. ミルクだぞ。またして悪かったな。おい、なんだよ。ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、キヨミです。スナックキヨミの。ああ、開いてる。入ってくれ。やっぱりちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。Went through all that trouble getting milk just to find out you're sleeping. 大変でしたね。
キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろお店に戻らなきゃ。Why did Kiryu stand up to see her out? おやすみなさい。今日はゆっくり休んで。明日またハルト君のパパを探すんでしょ。ああ、そうだな。それじゃ。Not gonna lock up. He's just gonna let that door stay unlocked. All right. I guess I'll have to walk around and hope I find a lead on how to close the bed. I wonder if I. What happens if I get into a fight? Oh, so it just lets the baby hold his. Let a stranger hold his baby?Whoa, shit, what the fuck? It's touching her property, man. Watch it. What the fuck are you doing, buddy? What are you doing, bud? Yeah. Oh, that's why they're honking, because people are standing in the middle of the road. Should probably head to an eatery so I can get myself something to eat. My HP is looking pretty low right now. Or stop fighting here. Oh, wait, oh. It's not even inside anything, it's outside. Grilled oyster. Let's see. We'll grab the special.Fills them up too much. Nothing fills up by 10. How about we do this? That's fine, right? That should be fine. Yes! Give me yum yum meal. Umaina. Oh, well, I found a bonus? Arigatou gozaimashita. I don't know.What's that blue mark over here, though? What is this? Kuhida. Amid the gravestones and amid the vases, Skylark's Rose, Kobayashi Issa. Kobayashi Issa. I might actually not mind being buried if it meant being surrounded by a chorus of chirping blocks. Huh. I'm guessing we have to head to the bar again? Yeah, okay. We have to head to the bar again.Kiryu's about to be a regular at this bar, huh? I'm guessing what he's gonna do, he's gonna drop Haruto by, let the mama watch over while he goes searches for the pops of Haruto. Oh! Mada kokora uruzu totten ga warre! And he's here. Oh, he brought his goose this time. Nani ka yo ka?冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです。高木松永。よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。あの頭、もうそろそろ時間なんすけど、
早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。ユタ、ウサミ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわ。おうユタ、踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど、ほら。あのクソゲタが。今度にしましょう、ね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの。今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。 Yeah, yeah, tough guy, whatever you say. たく、面倒なのに関わっちまったな。 He fell in love with Kyuyu, that's why, right? Kiyomi's bar is right near here. I should stop by and thank you.All right, the bar won't be open at this time of day. 噂をすればってやつだ。ちょうど今、桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか？なんだ？桐生さん、野球できます？まあ、ルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで、今日これから試合があるんだけどね。急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには夕べから世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい。なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん。球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。Huh. Well, I guess I'm being forced to play some baseball. This is a good way to replace Kiyomi and Ino. Need to find this rope with. Alright, time to head to the, the ropeway station where I'm gonna be playing some baseball. Against my will, of course.Why is there so many lockers around here? I'm just looking at the mini-map, but I'm seeing lockers everywhere. Got to go to the ropeway station from under here? I guess so, yep. There it is. Kiri-san, ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ、探さないといけないのにね。邪魔しちゃったみたいで。いや。草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえってはるかのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど、なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。おう、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しおったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。飯野くん、あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがーにこいつの肩持つことないんじゃないの？飯野くんには関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでえわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう。よくよく踊るとは縁があるの。本当に攻め町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、
わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、南雲。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ。今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思うや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。He's the only one with reason right there. I mean, the other guy has reason too. 今日の試合は荒れそうじゃの。Hey, aren't we still short on one player though? They got three. We only got two. あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでえど。南雲 has no reason. Okay, all the other guys are not important. That's why I didn't show them that.You got this, you know. Fucking knock that shit out of the park. Oh, that's dirty, bro. He did that on purpose. 野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。 Oh, he injured all of them. So he's just being a scumbag today. Come on! どうした?はよかかってこんか。いいのこれ。乱闘じゃろが。They just want to play baseball, but this guy's being an asshole. なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう。踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴。次のバッター。あのキリュウっておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったらあの人のええとこなんもなくなるで。さあどうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし。You have reason, but Nagumo has no reason. とっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫キリュウさん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え?Alright, Nagumo, I'm gonna knock your ball out of the park, buddy. ようやく本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。Knock that ball out of the park. You teach this man a lesson. 顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ。Hit the ball in his face. Yeah, that's a better idea. Hit the ball to hit his face.Never mind, okay? He threw the fucking bat instead. 確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。 Oh, looks like we're gonna fucking duke it down. All right. 始めますか、松永の兄貴。おう。What, they're gonna join in the fight too? Come on, bro. I thought you guys had reason. Oi, oi, mazui de koriya. Well, I guess I gotta beat three ass. Oasobi wa koko made ja no. Fine by me, I suppose. Yosha! Kenka ja kenka!
1v3! Jingai Thunders! Oh yeah! Oh, come on, you gotta block that too? Ah, come on, man. Should be annoying, Najimo. Ow. Ow. Items. I have some healing item, right? Yeah, I got a little healing item. They don't heal much, but they still healing out nonetheless. What the fuck did man kick a baseball at? Okay, I'll do the same thing. Okay, never mind. I guess nothing. Oh, he's throwing baseballs at me. Woohoo! Calm down, Najimo. You have to dodge that, huh? Well, there you go. You're down now, buddy. Ooh. Yoink. Yeah, right in the fucking face, bro. Ah, but shit! Where'd he go? Okay, you wanna play like that? I'll play like that then, bud. Whee! Ah, you had to dodge it, huh? Yeah, that's 1v1, bitch! Ow! Hey, no, naughty boy, come on, what are you doing? Get out of here. Sugoi. Maji ka, ano-san. Shiai shuryou da, Nagumo. Odore. Kon, kawachitare ga. 勝手に終わらす。Oh, there he goes. My boy passed out. What a loser. お疲れさん。後で合流するわ。悪かったな。せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、エンジャー、キリュウさんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた。ええ腕っぷしじゃのう。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカタレにはええ薬になったじゃろう。そうそう。悪いのはナグモくん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわキヨちゃん。ナグモにはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところでいいのくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか。わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。
キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮しとく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリュウさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、分かってる。ほいじゃ。There you go. Ino started to look. Started to be homeless. 手掛かり見つからなかったですね。ああ。こうなると本当にハルカがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にハルカの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうならハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。ん？一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。ふん、分かった。じゃあまた後で。 Bro, Nakamo is just out here looking for a fight, bro. He don't care. He just wanna fucking beat some ass. I guess I should head over to Kiyomi's bar. Okay, so I'm guessing this is around the time where we get caught up to like the where we started at the beginning now. Because this looks like around the time where we beat up Nagumo again after he comes back for a beating. But we shall see about that, man. So far, not all Nagumo did was want to beat Kiryu's ass for no reason. So we shall see if he is truly sick or not. Alright, man, I'll take your word for it. We shall see. Dozo. I mean, 90% of the characters in this game is fucking cool, so. Nah, mama. Yeah, it's too late now, bro. It's too late now. この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう日が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ご馳走するって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか。まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。 Yeah, sure, go ahead. I'm just not trying to talk over when they're talking. That's why I'm being quiet right nowねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。I see, I see. Oh, yep, this is where we started off in the game. Okay.表でやキリュウ。
いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。いや、I've seen so many. 遊び相手なら他のやつは誰。お前と違って俺は忙しい。Yak's hella stuck up. That's for damn sure. He's like super cocky right now. Oh, we haven't met Han Jun-gi yet. Whoa, what the fuck was that? Yeah. We haven't met him yet. Eh? Jama suru de. Na.何なんです？わしは、マスズエ組じゃ。ナグモの面倒を見ておりますがの。わしは組長のマスズエいうもんですが。So this is when he gets his chance, when he changes like Rikia, huh? チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、コミった話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはね。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠え面かかんこっちや。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店でみかじめ取らんのもうなずけるの、ナグモ。じゃが、広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。マスゼノエブン。わしゃの。陽明連合会直系に名を連ねる増添組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち助納金催促せないかんのか。踊れらがきっちり見かじめとらんけ、金が遅れとるんじゃろうが。助納金は今うちの親父が伏せってますけ、もうちと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。Oh, now Kiryu's gonna be mad. Oh, shit. みかじめなら払えますよ。ママ。いいの。よその人は構わないで。この町の問題なんだから。He's not gonna accept it. Yep, I knew it. He's not gonna accept it. いいんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったらわしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、ナグモ。I guess we're gonna help out ナグモ。わしらに恥かかせるんか。おう、マスエの親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。そこまで惚れとるっちゅうか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。えい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。What are you staring at Kiryu you for, bro? ほんま、すまんな。キヨちゃん、ナグモ、早く来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。After Kiryu, go teach him a lesson. Or not.
Oh, no, he's leaving. 少し、right. 外の空気を吸ってくる。え? That's an excuse he's making. すぐに戻る。He's gonna go help out Nagumo. He's just using that shit as an excuse. Where did they go? They couldn't be too far by now. They're most likely where Nagumo fucking brought me earlier to try to beat. Oh wait, oh, I have to ask these people?さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ?これからナイターでもやるんかの? That guy didn't give me any useful information at all. さっきバリオゼンのヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。Okay.Is that them over there? えらい形相でイーノさんが走っとったな。広瀬一家が何かやらかしたんじゃろうか。Alright, we should be getting there soon, right? Oh, oh, there's Ino. What the fuck? Ino's fucking bugging me. Jesus Christ! Oh, Kiryu-san! Ino さんか。Nagumo を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。さっき Nagumo がヤクザどもに引きずられちょっての。わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまのバカだれ。弱いのにヤクザなんとなるけ小柄なことになるんじゃ。どの辺で見た。どこへ向かってた。丘の上に向かっとるようじゃった。あじゃよ、キリュウさんはいかんで。ナグモのことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの。そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うても、これ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手はナグモより格上の極道じゃ。しかも四五人はおったんで。わかってる。それより丘の上って。I mean the game is really telling you where to go. 登った先じゃ。おいじゃが夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。 Well, I guess it's time for me to go beat some ass. I might want to stock up on some healing items before though. So the pharmacy was... Where was that shit at? It's up here, so... No. Location list. Is there no pharmacy here? Well, oh shit, okay. Okay, Oh shit, so...I can't stock up on any healing items. Well, okay then. I guess I just gotta avoid getting my ass beat. Hiroshima's ass. The only healing items I got is the fucking shit from You know what? I'll fucking beat these guys' ass.This guy gives me a nice- Oh shit! Oh shit, I didn't even know I was that down bad on HP! I didn't know I was this fucking down bad on HP! Tema Torosegat. Is there at least any- Okay, we could probably head to this eatery to fill up on our HP.Yeah, see that's what I was thinking. There it is right there. Time to get my fill. いらっしゃい。See here. Get that. Fucking stock up on everything. There you go. Maybe I'll get a top of you, Robin.気に入ったぜ。No combo meal. All right. さ、行くか。ありがとうよ。This place is important for a mission later, but it's for a mini game. So you're saying I'm gonna be forced to play a mini game? Well, shit. Is the mini game fun at least? Is it at least fun? あれ、キリュウさん。Oh, so it's the clan battle shit. そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ここ、私の実家があるんですよ。ほう、そうなのか。ただ、
この辺も昔に比べて物騒になりました。まあ、カムロ町ほどじゃないですけどね。ところで、尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも SNS を開設したんですよ。こちらでも桐生さんに SNS の投稿が届くようになります。もし助けていただけるものがあれば、ぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。尾道を良くするために頑張りましょう。This is about Onomichi will be posted onto Troubler. Okay, blah blah blah. What was that? Did I run into something? Senkoji. Yeah. Head of Yakuza family, so group. Blah blah blah. Spread through here. Find the rock. Are you talking about the poem shit? The poem rocks? Is that what we're talking about? Shitorga. Odore no ima no kakko no. Jet ski unja. Mukashi Chugoku de uragiri mon ni torase totta pose jake. Odore ni yo oniai ja. Gotta interact with them. Or do I just need another location for later on? Nanara, oh my. Saki Sunaku ni otta yatsu jya no. Okay. That's fine then. That shouldn't be too bad. Wazawaza kogana basho. I mean, he showed up on the map anyway, so. We're chilling. Are Nagumo no nanja? Oh. Ore wa soitsu no. Kenka nakama da yo.喧嘩仲間引っ込んどりゃキリュウ国道の世界に組み突っ込むなバカだれ極道だろうが何だろうがこっちは赤ん坊を流されてるんでなお前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ酔っとるんかおさんわしらに喧嘩売っとるんじゃったらこうてやってもええがの命の保証はせんど喧嘩売ってんじゃねえお前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ何のつもりじゃキリマッスル組相手にそがな真似してただじゃすまんとお前が俺の心配をするのか バカだれ誰が我のことなんかしゃがの我が殺されたりしたらのキヨちゃんが泣きよるんじゃやっぱりお前はいい男だおおええ加減にせんかいつまで二人でやっとるんじゃおもろいおっさんじゃけ命までは勘弁しちゃるお前らも適当に相手したれチート痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ一応言うておきますがのあんならチートただの敵とは違いますけどねえOST, bro. I don't even know what these OSTs are called, but I don't know which one is which. Oh shit. Drop kick! Oh shit, what the fuck, bro? That's not very cool of you. Toss this guy around. Oh, there you go. I'll try to get rid of these dudes first. There you go.So these guys have multiple phases, is what you're telling me. Oh, you said his goons revived. Shouldn't be too bad, though. They got low HP.
find them. Oh, you're talking about like right here. Oh, Jesus Christ. Oh, come on, bro. That's not fucking cool. Oh, wait, how the fuck did he get knocked down, too? What the fuck? He attacked me and he just laid on the fucking floor? Alright, buddy, get off of me. I'm playing games no more, bitch. Ooh, what the fuck was that? Oh, you're stunned. Oh, shit! Toss his ass. Hey, yo, man. Stop your grabbing, bud. Get blocked, bitch! Didn't block this, though. Oh, okay. I see you. I'm going berserk on you, buddy. Easy clap, bro. Easy clap. You can't be grappling me, bro. Come on. Relax, relax. Get blocked, bitch. Oh, come on, I was trying to drop it. Oh! I have one more healing item, right? Yeah, one more healing item. There you go. That's better. I probably didn't even need that though. Alright, buddy, it's time for you to die. Come on. There we go. Get fucking wrecked, bro. Easy clappers. ほんまにやりよった。ほいじゃが、相手は舛添組の極道が五人もおったんで。わりゃ、なんちゅう男じゃ。It's whatever, right? 立てるかなぐも。キリュウさんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ。完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。 Alright, I'll keep an eye out for that. じゃけどあんたみたいな男がそばにおったら
どうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしは決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。Bro, he's legit rich, yeah. わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話すんです。ね、キリュウの兄貴。Fucking わしはこれから兄弟ですけ。杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼ます、兄貴。兄貴、頼ます。わしゃ、兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ。兄貴Man, this fucking guy is goofy. Kind of want to play one more chapter, but I also kind of want to stop. We'll just finish chapter 4. Fuck it. We'll finish chapter 4. Important enemies. What the fuck you think he's gonna do with the wooden sword? Oh. So, どうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ、バカだれ。そいつとはなんじゃ。わしの兄貴じゃ。これからは。キリュウの兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、ユータ。はよ酒でも出せや。え？はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい、南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。いや、俺な、I already spoiled it for myself with Yuta。どうぞ。I already know who he is. You know, curiosity killed the cat, you know? Where's that? Feel like that. Ooh. My man's eating a parfait. また病院抜けてきたんですか。変ですかよ。大丈夫だよ。医者もグルなんだから。This dude's just out here fucking eating a heart. 俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔、陽明連合会と近江連合で勝ち負った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけ。の、親父さん。もう昔の話だから。おい、南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ、兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。They're telling me that old guy's gonna beat some ass? よくやってるところだから。
東京の極道から見たらあれだろうけど。Well, いえ。Can't wait to see it then, I guess. 片木で。あれ？あ、そう。いや、俺はてっきり。なあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん。おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ、南雲。お前、上納金どうした？もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの？まあ、そっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そう。ならいいんだけどさ。おい、ゆうた。頭おるか。頭！ちょっと見てきますけ。兄貴も。Probably got some beef with those other guys, huh? There he goes. Even more is his parfait. What the fuck is this? なんなら、客人の前でみっともないじゃろうが。お？どうしたんじゃ、高城ら。鼻血で取るで。松永の兄貴が、oh, 店の客に袋叩きに大とるけ。はよ、助けに行かにゃ。高城、ナオト。あ？何があったんじゃ。飯がまずいとか、女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ。全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど、今日は松永の兄貴、頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです、頭。今日俺ら、そこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて。で、松永の兄貴、組やおやっさんのことまでバカにされて、切れたそうなんです。ほっとけほっとけ。そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ。殴らせとけ。いけんですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高城、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ。わしらだけで行きますけん。ユータ、行くぞ。わかった。Well, we shall see if they really are funny. すんません、兄貴。Shall see. あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの、ドスを持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、ユータと。もう一人おった松永って。確かにお前を入れて三人いたな。その松永に任せとるモレのいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレのって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。Okay, looks like we're going. それより兄貴、yep, 兄貴、oh. どちらへ。 See you later, loser. I kind of want to fight those guys up there, to be honest, but yeah, fuck them, right? I just want action. Am I even going the right way?Yeah, just about. I'm not gonna even bother eating up. Ah, yeah, fuck it. I'm not gonna bother eating. I might regret this, but who the fuck cares, right? This is Moreno. Matsunaga should be in here. Oh, God. They're already getting their ass.姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど、
父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう？うちはそんなんじゃ。脱げ。なあ。反撃。客に向かってよう手出したもんじゃの。おお。オドラみたいなチンピラ。なんぼでも海に沈めじゃる。うっせ。お前らいい加減にしろ。損口の聞き方は何だ。Ah, damn. These customers are brutal. Oh, Nanjay. This business is now in the middle of the business. Go around the corner. Oh? He's gonna deal with the harassers first, I see. Oh? Nanjay, what's wrong? You're the same as the customer of this business. Huh?俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。 Okay, we're gonna be fighting a lot of guys, but these guys are nothing, right? Bro, what the fuck's that bonding man's gonna do, bro? He ain't doing shit. Oh, what the fuck?I roasted the man and he gets up to kick my ass. Okay. Whoa, what the fuck, man? Ragdolling this game is insane, bro. I fucking love the ragdoll in this game, man. Fucking wacky as shit. Trying to grab the people. Oh, Jesus Christ. Everyone just goes fucking flying and shit, bro. It's crazy. Oh, here's the baldy man.Come on, bro. Let me pick Ohara, bro. Come on. There you go. This guy's done for. Come on. I'm not getting the swings I want because it's too fucking crowded for me. I guess you're telling me to use X there because he's just grab shit? Wait, what the fuck's going on? What the fuck's happening, bro? Alright, we'll just throw this guy around. There you go. Easy clappers. Nanja? Ano hito wa?いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍してつかさい。おう、松永、お前大丈夫か。いやー、心配したんで。よかったの。アラクレトモは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生。Wait, does this guy know who Kiryu is? 踊れ。
野球の時の。I thought he knew his true identity. もうええ、松永。Never mind then, I guess. この人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ。お前らもこれからはそのつもりでいろや。な。何言っとるんですか、頭。そがな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。マンメンズネギシュラ。おいじゃったらわしらの立場どうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き合わされたんで。それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。キリュウの兄貴がおらんかったら踊れらドガー並みに追うとったかわからんで。お？ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使うさ。なんがわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ？それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ？ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああじゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああそうだな。兄貴、お疲れでした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。 Gone late, I should hit pick up Haruto from Kiyomi's bar. Great, that's gotta be our new hangout. So where's the fucking goons that run around? There is none around here. Alright, we'll deal with that later then.キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。Nah, それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。There's no way, bro. 悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。I mean, there are kids who are raised without drinking breast milk, so it's not required. It's just a little bit more nutritious for them. 違いがよくわからないけど。At least that's what I think. でもとにかく、南雲くんとは仲良くなったのね。I doubt she's producing breast milk as well. よかったと思うけど、あの人、あんなにキリュウさんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。ああじゃあそれを聞くように広瀬一家に。そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きだな。それじゃまた来る。ええ、いつでも。Well, we shall see you soon, bro. We shall see you soon. Let's head back to the apartment. Been a long night.
Is there any goons I could beat up? Not a single goon on the map? Come on, bro. Come on, bro. We shall see, man. We shall see. I'm guessing that'll be like in chapter fucking 5 or some shit like that. Unless that's also in this chapter. Probably get some sleep. Got nothing else to do, so. Time for bed. It'd be helpful if this game told you where all those fucking sub stories are, but it doesn't, so I should stop by Hiroshi family office. If I want to find the sub stories, I'm actually have to talk to people, which kind of sucks ass. But it is what it is. This game runs more like a Yakuza 0 in Kiwami and shit like that, where you have to actually fucking find the sub stories yourself. Kinda sucks how I run I slow with Haruto, but it's whatever. It's whatever. You didn't come across a single. The only sub story I came across so far was Haruta's fangirl or whatever. That was the only one I came across so far. I'm guessing this is when we find out about how this goes dead. No, it isn't. Well, you didn't ask the Haruto, right? Yes. I see. So like near mid game, probably. Oh. それより前から気になってたんですけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた。One of them, huh? One of them, なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思とるんじゃ。No, not even. Okay. いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことですか？もうその前にどうぞ、兄貴、おかけになってつかせ。It has to be Hiroshi, right? He has to be the one that knows. He said it's very close, so it has to be Hiroshi. Haruto's mother. 撮影されたのはこのスナック街だったらしい。You just should be able to recognize that photo, right? この人が知ってるか。頭、俺にも。いや、思っとったより偉い若いけ、面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？の、そうじゃろ？You're playing dumb, bro. 本当に。ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけ。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。通りで可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか。ああ、キューリー should know that they're fucking playing dumb right now, bro. 俺ちょっとおやさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやさんの用事って。いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。Your reactions were obvious as shit, bro. わしらも
モレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すみません。わしらはもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。They left the man by himself. いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき。みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分、いねえのか。親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わし、ちょっと見てきますか。いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。Are you rushing, sneaking away? そうですか。Saying that's the big hint? Let's check in the family patriarch.So are you telling me Somiya and Hiroshi are probably related? Is that what you're talking about? Tokyo no kyakujin kai? Okay. All right. Ojama shite masu. Hai ne. Nanda sore?おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう？うちの方でなんか不調さつないかい？おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。He's newborn? Damn, how the fuck does he know how to crawl? Well, I mean, babies do crawl, so... Yeah, who knows, man.ナグモニャントのナルソメ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。ナグモはその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほら、パパのとこ帰んな。You gonna show him the picture? それじゃ、俺はこれで。Come on, can you show him the picture? また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて、暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します、親分。 We're not gonna even show the man's picture? Do it, kiddie. Yeah, that would have been the perfect time to show the man's the fucking Haruka picture, bro. Aniki, もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ？いや、He knows. なんでまた。いいんだ。He knows. All right, time to hunt down Yuta. あ、キリュウさん、ちょっと。うん、うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。キリュウさんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。All right.
Kiryu san, kochi. I kind of want to beat those guys' asses over there for some money. But the story is more important, right? Kiyomi has something to say. Can we move any faster? Do we really have to walk this slow? The boss man, you say. I have no idea who the fuck that is, but we shall find out soon. Are we really gonna walk this slow? Oh, there you go, she's picking up speed now. That's what I'm talking about. Fuck we going. So I've seen him before, but I just don't know who it is yet. How long is this part, bro? Oh, she's finally sprinting again. Or jogging, rather. Oh. Oh, Aremi. Gaki o kakai toru otoko ja. Oh, shit. Kiri-san. Ano hito tachi. Spider. Ore ni nani ka you ka? Nani neboketa koto yu toru nja? ゆうべ何やらかしたかもう忘れたんか。is that a person? もらうと。Oh, that. その前にチートいたよ。I fucking hated that shit, bro. 下手に抵抗戦法が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。Isn't that the shit we need to build like toy cars? このおっさん、ただものじゃないけど。殺す気でやったれや。that shit was a pain in the like. No, like what I was saying, like I hated that. I fucking 100% did that game. That sub story was a fucking annoying. That shit was so annoying to fucking beat, bro. It was probably one of my least favorite sub stories in Cruise of Zero and whatnot. Just because how annoying it was to complete that game. I didn't see him in 5. Well, I mean, I wasn't exact. Actually, no, I did every single fucking sub story that I could. Oh, you could have bought in 5. To oblivion! Come on, bro. Why you gotta block that? Block that, buddy. 0167. Kiryu-san, 大丈夫だった? Haruto は無事か? ええ、大丈夫。すまないな。I'm pretty sure he was in Kiwami too as well, wasn't he? 今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。I could have sworn he was. Cause I did a... I'm pretty sure... No, I didn't do every single fucking self-story possible in Kiwami too. I did in fucking Yakuza 0 though, in Kiwami. I know that for sure. But I don't think I did so in Kiwami too. So it's... Okay, so he's 9 and 2? Alright. Kind of mini game is up here. Yunan Jinja. Koko ka. You said this is the part with the clan shit, right? でもキリュウさん、こんなことになってハルト君のパパを見つける前にマスゾイ組に捕まったら、まったくな。最初にナゴモたちと関わったのが運の尽きだ。
だが、連中と話して分かったこともある。ハルカは、やっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？Gotta tell her about the hero table, he's not. Hirose一家の連中は、はるかのことを知っている。少なくとも写真を見せたとき、顔は見たことがあるって反応だった。ただ、そのことを俺に言えない事情があるらしいな。はるかちゃんって、芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺にはるかのことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町ではるかと何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。はるかのことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、キリュウさんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。Alright, bro. I'll play chapter 5 just for you, bro. So you can see your. これからモレノに顔を出して。ハンジュンギ。モレノって広瀬一家の。Just so you can see your precious ハンジュンギ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで終わるんだ。So whoever boss man is. またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。I see. そんなことなら。遠慮なく言って、ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。These guys are probably at Moreno.Alright, time to complete chapter 4 and then I'll be done for today. Ah, Kiryu no Aniki. Ano, kino wa tasukete itadaite, honma ni arigatou gozaimashita. Uchi, Kiryu san no fan ni natte shimouta ken. So ka. Omae wa en ja muko ittoke ya.なんよ、もう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物線なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。My man's building a fucking model ship. Jesus, that's huge. That's fucking huge, bro. Yamato, じゃ世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけど、わしは南雲の頭水戸にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。は？何じゃ言った。
どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それが何じゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭、ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった舛添も腰銀着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ、ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがあのみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ、その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船？昨夜の酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっております。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前ら桐生さんを店から出さんようにしとけや。え、でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。 I guess I'm gonna beat these guys ass。 松永の兄貴の言いつけですけ。桐生さん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ桐生さん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってろ。なんじゃと？この野郎。Yeah, that's really all they did. They went in, got their ass beat. 松永が手遅れになるぞ。ここで解けるかよ。クソヤシ！ふざけた！誰だ？Ah, that's cool.
shit, oh shit. Item? And chop this. There you go. Time for you to step down, Usami. Get wrecked. Get fucking murked, eh? What's stopping me? Mateo, Mattegra. Anta Hitori.今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極度を牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが、それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥かのことで俺に隠してることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。お、よく言うよ。あんただったら俺らから力づくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。Matsunaga should be at Hirose's office. I need to get there fast. Go, 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 Kiryu! Can't take the fall for this. I mean, he can if you're willing to let him. But Kiryu, being the good guy he is, just can't let that happen.やっと出てきよった。探しとったんだい。キリュウ。マスゾエか。ゆうべの借りを返すどころ。じゃが、我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。おっさん。うせえ。Yeah, there it is.Oh shit, I wasn't expecting all of the fall from the hit. いつまで寝とんじゃ。
Now, why didn't let me do that thing, bro? Didn't let me do that thing. Oh, what? Oh, shit. He just... Bro, you serious? You just keep calling him. Let's pick a medicine. Grab some meds. Alright, build up my heat gauge, bastards! God damn, I can't see shit. Worst camera angle in history. Get out of here. Oh, there goes my fucking heat action wasted. That's not very cool of you, buddy. おやるの、マスゾエ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か、バカだれ。器量っちゅうのは、あんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。アンジー腰水。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これはキルさんがやったんか。全部たった一人で。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや、小清水の頭何を言うとるんかの、兄貴の正体って。
Can't fool mans, bro. 松永。キリュウさん。なんで来よったんですか。わしはモレノから天佑に言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ。全部承知の上だ。このバカたりや。踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。畜生、これが本家からの制裁ちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はが、頭が。何ですかね、それ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃと、こな。よう言うわ。何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も。うん、ビタレが。なんじゃ、その態度は。この恩知らずが。こな。おやさん、ここにおったんですか。もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ。He got the laughter fast, bro. 登場会の四代目。登場会言うたら東京のあの登場会で。ああ。そうじゃ。確かあれじゃ。道島の竜。実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら。なんで驚かんのじゃ。おい。そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつながですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリュウの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、ああ、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。Mama said she'd bring Haruto back to the apartment. She's probably waiting there. Alright, time to head back to the Navy apartment. Got a bunch of fools who want to fight? Alright. Oh.
I forgot I was legit one hit. I forgot I had one HP. Alright, let's try this shit again. Okay, that filled up my HP, so we're chilling now. Alright, should be up ahead. There it is. Oh, she really is just waiting out here. Kiryu-san. Ah, 遅くなった。待たしちまったか？少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がっていくか。うん、もう遅いし。それより大丈夫なの？舛添組は。ああ、とりあえずはな。ならよかったけど。さあ、ハルト君。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、ハルカちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？うん、なんでもない。じゃあ、また。ああ、ありがとな。南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんにこの部屋のことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃ。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか？ええ。He's probably gonna talk about Haruka. Spill the beans, my boy. もうお察しのこととは思いますが、話っちゅんは Haruka さんのことじゃ。わしらは組の門全員みんな Haruka さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもらったとき、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。キリュウの兄貴がハルカさんにゆかりのある登場界の四代目キリュウカズマじゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったく、あいつの安にぶさにはなんや救われますわ。そこからのご無礼はどうか許してつかさい。あと、それでも兄貴にハルカさんのことを言わんかったのは、ハルカさんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。ハルカさんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたら
ここへ逃げ込んできたっちゅうようにしか見えんかった。よそもんが来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。はるかさんの前じゃうちの組のもんも造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でもわかりますわ。遥香さんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴が遥香さんのことを調べとるって分かったとき、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから遥香もこの町にいることができたんだ。南雲なら春人の父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。遥香さんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃遥香さんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら春人君を見ても未だに遥香さんのことは信じれんちゅうんがほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけどわしらより遥香さんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？遥香さんはこん町に住んどった間ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。こん町で誰より遥香さんを知っとるんはあのキヨちゃんなんじゃ。